えー、今回は、えー、楽譜に書いてある学語、まあ、特にテンポのことに書いてある学語ですね、の捉え方について、えー、お話ししていきたいと思います。えー、例えば、えー、楽譜の左上にアレグロと書いてあったとしますで、えー。普通のメトロノーム、箱型の振り子式のメトロノームですね、の、えー、真ん中にはアレグロの横に120というテンポが、えー、書いてあると思うんですけど